手島千尋は東京 FM の女性アナウンサー。東京都国分寺市出身。中学、高校時代はバスケットボール部に入っていた。大学時代、ボイスワークスでアナウンサー講習を受け、卒業後の2009年、秋田朝日放送にアナウンサーとして入社。初泣きは同年4月4日の昼間に案内1回放送だった。 自社制作のレギュラー番組のほか、朝だ。生です旅サラダや、全国おもしろ、ニュースグランプリといったアンケ件全国ネット番組にも出演したことがある。2013年3月に、アブを退社後、同年4月に、新潟放送へ移籍。同年10月13日には、第31回新潟シティマラソンに出場した。2016年4月より、ボイスワークス所属の上、 テレビ埼玉の契約アナウンサーとして入社。2018年3月に退社。2019年8月にボイスワークスを退社し、FM 東京に移籍した。元秋田放送アナウンサーの吉村優と仲が良い。和出演中、秋田ノーザンハッピネッツ。パブリックビューイング大阪戦で、ゴーゴーハッペネッツ。スポーツナビ。2014年7月5日閲覧。 ボイスワークス授業、研修の卒業生の声。ボイスワークス。2014年7月5日閲覧。アブアナウンサーブログ2009年4月アーカイブ。秋田朝日放送。2014年7月5日閲覧。ラッシャー板前の生中継。朝だ。生です旅サラダ。18オーガスト 2012ABC テレビ。2014年7月5日閲覧。 富高由紀。大晦日。皆さんお忙しいでしょうか。富ちゃんのどないや中年。新潟テレビ21。2014年7月5日。閲覧。弟子町広。新潟マラソン感想。アナウンサーブログ。新潟放送。2014年7月5日閲覧手島千尋新潟マラソン感想アナウンサーブログ新潟放送2 0 1 4年7月5日閲覧4月よりテレ玉アナウンサーに鈴木忠広と手島千尋が仲間入りテレビ埼玉。 http://www.teletama.jp:/newsrelase:/pdf:/16032501.pdf2016 e 年6月24日閲覧弟子町ロインスタグラム2020年1月6日、吉村優。6年目アナウンサー同期。 フリーアナウンサー吉村優の悠々自分的。2014年7月5日閲覧。手島千尋、東京 FM パーソナリティ、手島千尋インスタグラム2020年1月8日、手島千尋インスタグラム2020年2月7日。ありがとうございます。